はい、いつもご利用いただきありがとうございます。はい、スラックスですね。はい、この股のね、今日の中心部分にね、見てください。はい、小尿による黄ばみですね。はい、お品の方、土台の方確認させていただきます。はい、毛が 100% のうちですね。はい、裏地はまあこの部分ですね、ここはまあ毛裏かと思われますけれども、はい、すでにね、少しというかまあかなりですね、もう色褪せている状態になっておりますのでね。はい、今回はね、この表地だけですね、表地の芯をまあ確実に除去するということでね、お引き受けしております。はい、それでは始めてみますが、これキュプラが、裏地が、はい、今から使用する染み抜き剤に対してこの裏地のキュプラがね、非常に耐久性が弱い素材となりますのでね、はい、このように透かした状態で処理を進めていくことになります。はい、過去に何度かね、触れさせていただきます。いただいておりますけれどもね、この小尿の黄ばみというのはね、本当にね、頑固に定着しますのでね、最終的には除去しきれない場合がございますので、はい、そういった場合はね、残ったシミをね、隠蔽して隠すというね、隠蔽して隠すって、まあ、言い方変やな、隠蔽する作業に移行する場合もございますのでね、はい、まあ可能な限りね、完全除去できればいいんですけれどもね。このね、表地の方もね、弱ってる可能性がありますのでね、あまり無理できないんでね、まあ隠蔽の方向でね、考えてみたいと思いますね。はい、まあ、とりあえずここまでね、除去して、この残ったシミを隠蔽するという形ですね。はい、また後ほど結果は報告させていただきます。はい、スラックスですね。スラックスの、この股の部分ですね、はい、小尿による黄ばみだったんですけどね、染み抜きが完了しております。はい、実際の作業ではね、
染み抜きをさせていただいたんですけどね、やはりわずかに、ね、残る結果となりましたので、染色を施して隠蔽する作業を、実施させていただきました。はい、もうこのようにね、隠蔽色ですね、はい、黄ばみが全くね、わからない状態になっております。はい、同様のね、シミでお困りの方もね、男性の中には多数いらっしゃるかと思いますのでね、はい、諦めることは